封じられし神も歓迎しているわ、新たな仲間を。さしずめ、愚者の仲間といったところか。貴様は神になどなれぬ。ほう、生きていたか。褒めてやろう。闇から帰った者は稀だ。我が炎を侮るなよ。貴様のような邪悪に、その指輪はふさわしくない。誰ならふさわしいというのだ。人間とは皆、愚かで醜い獣よ。ほう、では。かの学者ザロモンもか？なんだと。学んできたぞ、愚か者なりにな。我が祖父は優しい人間だった。だが浅ましき王に利用され、獣たちの手で貶められ殺された。許すまじ。許すまじ、許すまじ、許すまじ。人間とは醜く身勝手なもの。神は彼らを裁きはしない。もはやこの地を見放した。誰かが人間たちに裁きを下さねば。ほう、そんなことをその者は望んでいるまい。リンユさん。これは宿命なのだ。なぜリンユさんが。愚か者め、何も知らずに来たか。だが今にわかる、すべてな。ザレ言、リンユを解放しろ。できんな。このものは必要だ。私が神となるために。待たぬか。封じられし神よ、我が命を見得とし、目覚めよ。まさか封じられし神が。邪神を模したただの像だ。まがい者にうろたえるとは、まだおしめが取れぬらしいな。
そんなことでは主主張を継ぐなどできんぞ。来るぞ、皆の者備えよ。絶対負けられない。ずっとやってやるぜ。いいわよ。すべてを奪う。好きだし頼むよ。にしてやる。楽しませてくれるんだろうな。あとは任せ。終わりよ。あとはよろしくね。守ってやんよ。マジかよ。ボイ、遊んでやる。はあ。はあ。ふふ。刺激的だ。倒れろ。すまん。連番。一旦我らの命は巡りゆく。どう奪うか。よし、任せろ。刺激的だ。倒れろ。頼む。行くぞ。受け取れ。三連三。我らの命は巡りゆく。始めますよ。いいわよ。はあ。やあ。刺激的だ。倒れろ。三連三。あとは任せ。力を我らの命は巡りゆく。さて、よっしゃ。やってみるか。切る。丸裸にしてやる。任せます。しつこい。せい。あとはよろしくね。守ってやんよ。うわー。ボイ、遊んでやる。私だってできるんだから。やー。はあ。刺激的だ。倒れろ。すまん。3連番。力を削ぐ。ダメージが大きい。あとはお前。ありがとう。どう奪うか。はあ。刺激的だ。倒れろ。3連番。力を削ぐ。我らの命は巡りゆく。始めますよ。はあ。すべて撃ち抜く。刺激的だ。倒れろ。この程度しつこい。熱唱の矢。コラプスチャージ。かかれ。はあ。懺悔なら聞きましょう。必ず勝つ。私について来られるか。はあ。すべてを奪う。よーっ、受けてみろ。くらえ。
が私の一撃！一旦引くか。はあ、闇よ、かの者に絶望。どうしましょうかね。やってやるぜ。切る。さあ、うん。やっと。あとは任せ。あとはよろしくね。守ってやんよ。我らの命は巡りゆく。さて。やろ、覚悟しろ。私だってできるんだから。刺激的だ。倒れろ。すまん。連番。力を削ぐ。我らの命は巡りゆく。始めますよ。これが私の覚悟。はあ、出番だね。任せるぜ。よっと。力を削ぐ。我らの命は巡りゆく。研究の時間だ。やってやるぜ。邪魔するな。任せます。しつこい。烈焼の矢。あとはよろしくね。守ってやんよ。心強いな。マジかよ。ボーイ、遊んでやる。やってやるさ。やっと。ふぅ、私だってできるんだから。はぁ、助太刀頼むよ。倒れろ。すまん。3連番。あとは任せた。一旦我らの命は巡りゆく。参る。これが私の覚悟。はあ、刺激的だ。倒れろ。はっ、力を削ぐ。うわあ、我らの命は巡りゆく。さてと。邪魔するな。めんどくさいな。やっ、刺激的だ。倒れろ。任せます。しつこい。三連番。力を削ぐ。私を満足させてみろ。やってやるさ。切る。全てを奪う。
丸裸にしてやる。 B モードで倒すか。三連三、どうよ。力をそぐ。かかれ。はっ、全て打ち抜く。やってやるさ。や、いくよ。くらえ。頼む。風先の矢、貴様の弱点任せる。見えたぞ。研究者をなめるなよ。コラプスチャージ。私を満足させてみろ。裏を抱えましたね。ダメージが大きい。三連三、あとはお任せを。俺がやる。いいわよ、始めよう。助け立ち頼むよ。倒れろ。三連三、あとは任せ。我らの命は巡りゆく。さてと、切る。はあ、刺激的だ。倒れろ。三連三、は。我らの命は巡りゆく。楽しいな。よっしゃ。やってやるさ。任せます。しつこい。レシピ一掃した。終わったな。下がっていろ、ヒューゴ。おう、性格手段を侮るな。邪悪を焼き尽くせ。ロンド、生きているか。はい。足止めを食らってしまった。追うぞ。いかなる時も希望はある。そなたならそう言うか、クラム。目覚めたか、フィナさん。違う、
私はセラフィナ。人間たちに裁きを与えるもの。何を言って。リンユ。この時をずっと待っていた。まだ来るか。愚者たちよ、いつまで戦い続ける？無論、この地より邪悪が失せるまで。何が邪悪か。その剣を向ける相手は私なのか。よまいごとを。サーサントス、やるぞ。神の真似事はしまいだ。指輪を渡し、その娘を解放しろ。断る。儀式の大事な贄だ。この娘はある一族の血を引いている。クロスフォード家の名。クロスフォード家は神の体となる素質を持つ一族。聖なる血を引く者を私は長く探していた。このリンユーはグラム・クロスフォードの落とし子だ。数年前それを突き止め、私は傍らで木を待った。この禁忌の夜をな。黒木、炎。何人にも邪魔はさせん。皆の者、私の後ろへ。その炎はもう見た。再び覆われろ。青き炎は我が魂、我が。無駄だ。サザントス、お前では私に勝てぬ。正当な血の流れぬその身ではな。灰にしてやろう。邪悪を焼き尽くせ。サザントス。いいえ、いかなる時も希望はあります。選ばれし者よ、やはりあなたこそが。リンユ、余計な真似を。選ばれし者、君はやはり面白い。だがそこで見ていろ、新たな神の誕生を。
命宿りし指輪よ、真なる力を我に与えよ。封じられしガルデラよ、逃げ落ちとし新たな神を降臨させよ。力がみなぎる。この圧力、まさしく神のもの。我々は止められなかったのか。まだです。まだ終わりではありません。喜べ、神に謁見できたのだ。案ずるな愚者たちよ、私が裁きを与えてやろう。探す手間が省けた。神の力がみなぎってくる。よっしゃ！か、すべてを奪う。好き出し頼むよ。にしてやる。楽しませてくれるんだろうな。行くぞ。受け取れ。貴様の弱点。あとは守ってやんよ。真なる闇よ。なんだと？なんだと？誰も私を。なんだと？かかってきな。はあ、はあ、任せるぞ。すまん。連番。行くぞ。受け取れ。我らの命は巡りゆく。今に取られましたね。裏をかかりましたね。やるぞ。一丁やるか。はあ。ふう。あとは任せ。すみません。あとはよろしくね。守ってやんよ。烈風よ、吹き荒れよ。いまいまし。なんだと。暗闇よ、いい手応えだ。神の怒りを知る。なんだ。さてと、やってみるか。よし、任せろ。楽しませてくれるんだろうな。黒き炎だ。守ってやんよ。行くぞ。受け取れ。マジかよ。烈風よ、吹き荒れよ。さあ、私を満足させてみろ。すべてを奪う。私の覚悟。突き出し頼むよ。にしてやる。しつこい。闇を持って。どうよ。
あとは待てぞ。攻め時だね。やってやるさ。くらえ。烈焼の矢。任せる勇者をなめるなよ。烈風よ、叩きつけろ。闇を持って闇を払う。やるぞ。やってやるぜ。真なる闇よ。もっと。今もっと。神の怒りを知るがよい。行くぞ。受け取れ。烈風よ、吹き荒れよ。あとはよろしくね。守ってやんよ。誰も私を止められない。あとは待てぞ。守ってやんよ。烈風よ、吹き荒れよ。いまいまし。黒き炎よ。これ大変だ。よし、任せろ。よっしゃ。行くぞ、受け取れ。不届き者め。行くよ。刺激的だ。倒れろ。いや、治療するわ。神と不届き者め。真なる闇にあがなえる者はおらぬ。神の力がみなぎってくる。よっしゃ。よし、任せろ。行くぞ、受け取れ。変わるよ。守ってやんよ。これこそ。マジかよ。これこそ。なんだと。なんだと。ちょ、おう。すべて打ち抜く。セオセオ。むはまるはだかにしてやる。行くぞ、受け取れ。この程度か。すまん。闇を持って闇を払う。力の差を知れ。やってやるぜ。や、必ず勝つ。私について来られるか。すべてを奪う。しつこい。受けてみろ。あとはよろしくね。守ってやんよ。俺がやる。
私だってできるんだから。なんだと。闇を持って闇を払う。私を止められない。うん、行くよ。ふぱー。闇を持って闇を払う。治療する。助かった。神の怒りを知るがよ。不届き者め。よし、任せろ。行くぞ、受け取れ。守ってやんよ。マジかよ。神の怒りを知るがよい。真なる闇にあがなえる者はおらぬ。神の力がみなぎってくる。受けなさい。これこそが神罰だ。これこそが神罰だ。やるぞ。すべて撃ち抜く。狙ってくぜ。熱唱の矢吹き飛びな。でい。眠るがよい。黒き炎よ。やるぞ。烈焼の矢。どうする。よっしゃ。はぁっ。せよ。いや、不届き者め。丸裸にしてやる。守ってやんよ。すまないな。幸運の風よ、吹き荒れよ。全滅させてやる。私を満足させてみろ。刺激的だろ。倒れろ。全滅させてやる。守ってやんよ。なんだと。幸運の風よ、吹き荒れよ。真なる闇にあがなえる者はおらぬ。神の力がみなぎってくる。行くぞ、受け取れ。烈風よ、吹き荒れよ。闇を持って闇を払う。これこそが怒りだ。これこそが怒りだ。誰も私を止められない。一丁やるか。やっと。ここからよ。
け出し頼むよ。刺激的だ、倒れろ。全滅させてやる。行くぞ、受け取れ。この程度か。おいおい、隙が見えるぞ。出番だね。私の番。お手伝いしましょう。狙った。ここからよ。任せる。救者を舐めるなよ。デピューよ、たたたずいたな。今後の課題にしよう。いいえ、神じゃない。あなたはしくじったのよ、セラフィナ。何？貴様、うわ。私はリブラック。魔人ガルデラの血を継ぐ者。魔人ガルデラ。向こう側の者か。リブラック。なぜここに？知りたい？200年前、フィニスの門が開いた時、私はこの地に降りた。地獄の豪華に焼かれよ。我らを闇へと陥れた悪魔め。地獄の豪華に焼かれよ。おじい様。そして見つけたのがセラフィナだった。彼女のうちには誰よりも強い憎悪があった。私はセラフィナと二人の邪悪なものを選び、私の血を分け与え、それから時が過ぎ、私はある戦いで深手を負った。命まで届く深い傷よ。私は瀕死の肉体に代わる新たな依り代を探した。そしてセラフィナを見つけた。数百年を経て彼女の憎悪は膨れていた。私は密かに
彼女の肉体へと潜み、休息を取ることにした。しばしの間だけね。気づかなかったの？ずっと中にいたのに。憎悪に満ちた肉体はすこぶる心地よかったわ。そして今、あなたが私をよみがえらせてくれた。ありがとう、セラフィナ。まさか、貴様。この儀式はあなたのためじゃない。私が復活するための儀式だったのよ。許すまじ、リーブラック！あなたは人間を憎んだ。それは正しい。人間は滅ぶべき存在よ。だが、自らの手で裁こうとした。それが過ち。神としてあるべきは我が主だけ。ガルデラ様だけよ。私の使命はただ一つ。忌まわしき神々に葬られた魔人ガルデラをこの地に復活させること。さあ、その娘をよこしなさい。我が主に捧げるクロスフォード家の血を。いいな、去るのだ、邪悪よ。貴様はあってはならぬ。これ以上人の欲をもてあそぶな。死に損ないな。希望とや消し去ってあげる。人の身でありながら神に逆らうなんて、身の程を知りなさい。恨みを抱えましたね、ガルデラ様のために。やるぜ。ここからよ。すべてを奪う。
好きだち頼むよ。丸裸にしてやる。しっその程度か。ガルデラスポーラ守ってやんよ。助かった。あとは任せ。助かった。私を満足させてみろ。やっ、レプーよ、吹きやれよ。そこだな。守ってやんよ。心強いな。我らの命は巡りゆく。幸運の風よ、吹きやれよ。すみません。心強いな。かかってきな。邪魔するな。やっ、行くよ。はじめよう。燃え尽きなさ。裏を吹かれましたね。なんだと。すまん。ガラ空きだよ。我らの命は巡りゆく。幸運の風よ、吹きやれよ。我が名は聖火首長サザントス。神の指輪を守護する天命を授かりし者なり。その指輪を返してもらおう。選ばれし者よ、闇に囚われるな。やってくれたじゃねえか。どうする？一丁やるか。はあ、ほう。よし、任せろ。任せます。しつこい。風先の矢。任せるよ。吹きやれよ。燃え尽きなし。ふわっと。守ってやんよ。ほーら、体勢を立て直せ。さてと、すべてを奪う。私の番。神よ、私だってできるんだから。好きだち頼むよ。丸裸にしてやる。すまん。連番。我らの命は巡りゆく。燃え尽きなす。裏をかかれました。あとは任せ。幸運の風よ、吹
きやれよ。闇に囚われるな。さあどうする。めんどくさいな。すべて撃ち抜く。うやっ。私の覚悟。B モードで倒すか。風先の矢、この程度か。任せる勇者をなめるなよ。レッキーよ、叩きつけろ。コラプスチャージ。闇に囚われるな。すぐに終わらせてやる。必ず勝つ。やってやるさ。しつこい。研究者をなめるなよ。くらえ。私の一撃。あとは任せ。幸運の風よ、やれよ。成果を導くままに。ああ、心強いな。研究の時間だ。やってやるぜ。よし、任せろ。始めよう。滅びなしと。いや、これはどうかしら。それ頼むよ。全滅させてやる。風先の矢、あとはよろしくね。守ってやんよ。体勢を立て直せ。覆い尽くしてやる。ボイ、遊んでやる。出番だね。私だってできるんだから。はあ、神よ。風先の矢、任せるよ。吹き荒れよ。すまん。連弾。これ真の彼らの命は巡りゆく。これ尽きなさ。何をかかれましたね。これはどうかしら。はあ、研究の時間だ。やっ、始めよう。私の番。めんどくさいな。やってやるぜ。
頼むよ。任せますよ。遊んであげるわ。あとはよろしくね。守ってやんよ。燃え尽きなさ。なんだと。ガルディア様、お守りください。任せよ。ティアレよ。体勢を立て直せ。楽しいな。出番だね。いや、すべて撃ち抜く。私だってできるんだから。全滅させてやる。任せるよ。付き合えよ。かかってらっしゃい。守ってやんよ。心強いな。滅びなさい。やべ。風先の矢。偉大なる力を味わわせ。お仕置きが必要ですね。体勢を立て直せ。真なる主はただ一人。またあなた、いまいましい炎ね。聖火首市長、その偽りの血とともに私が葬り去ってあげる。黒き炎をまとう邪神よ、何度闇に覆われようと我が炎はついえぬ。すべての欲を消し去るまでは。うわあ！はあ！はあ！聖火の導くままに。はあ！選ばれし者よ、あとは頼んだぞ。炎と共に歩め。くそ、奪い返して。ここで終われない。心強いな。始めますよ。ほぉー、やっちゃ、まっするな。めんどくさいな。すべて撃ち抜く。やってやるさ。これが私の覚悟。懺悔なら聞きましょう。風先の矢、あとは好きにやれ。研究者をなめるなよ。烈風よ、叩きつけろ。すまん。トラップスチャージ。はあ。闇よ、かの者に絶望を。隙が見えるぞ。邪魔するな。すべて撃ち抜く。ここからよ。私について来られる。はぁ、好きだ。違うよ。すべてを奪う。任せます。しつこい。コラプスチャージ。あとは任せ。幸運の風よ、やれよ。いや、今日は店じまいよ。
ちくしょう、あと少しだったのに。ガルデラ様、選ばれし者よ。私は人間を憎んだ。真の闇は人間の内にあると思っていた。だが、君を見てきて少し考えが変わった。君はかすかな光のようだ。天を目指す英雄は翼をもがれ灰となる。欲に身を任せるなかれ。神は常に見ている。ああ、おじい様、私もそこに。サザントさん、大丈夫ですか？ああ、選ばれし者とサザントさん、すごかったです。これで戦いも終わりですね。いいな。人の欲がある限り、この戦いは終わらぬ。サザントスよ、君と我が家は共に指輪の行方を探してきた。この大陸を守ることが使命だと信じてきた。だが今、私は道が見えなくなった。妻が不治の病となり、残された時はわずかだ。私は何がために戦うべきなのだ。グラムよ、答えが欲しいのならばそなたの心に聞けばいい。そなたの答えはもう出ている。妻だ。グラム・クロスフォード、聖者グラキアから連なる血族よ。古から続く忌むべき契りはここまでだ。サザントス、何を？そなたを自由にしてやる。我が炎で記憶を召してな。使命を忘却し、心のままに歩め。そなたの使命まで私が背負おう。私が一人で指輪を探し出す。サザントスよ、君は何がために戦う？さらばだ、グラムよ。
それが最後だった。グラム・クロスフォードは旅に出た。大陸の守護者としての宿命は失われ、救うべき家族の記憶のみが残ったのだ。数年後、彼の妻が息を引き取ったと聞いた。その後、グラムの消息は未だにつかめていない。そして私は今も考えている。これで正しかったのか、と。それが、私が知るグラムのすべてだ。ご存知だったのですね、父を。正しかったのだと、私は思います。父は、自らの信じる道を歩めたのですから。グラムは子に背負わすまいとしたのだ。自らの宿命を。心の中に生きています。道に迷いそうになるといつも背中を押してくれます。たとえそれが茨の道でも。平坦な道などどこにもない、人の世ではな。はい。でも私は信じていますから。人の強さを。よくぞ帰った。この炎で再び照らそうぞ、オルステラを。
出生殿、お手紙です。誰からだ？親愛なる隣人へ。フィニス。